巨人大物 OB、 なんで中日は落合博満に監督やらせないの？70歳ならまだ全然できるだろ。中日は何年 B クラスが続いているんだ。根元的にチームを立て直す必要がある。それには野球を教えなければならない。やはり立つ波は指導者経験がないことが影響した。継ぎ派監督経験者を OB の中から探すべきだろう。優勝経験監督で言えば辻しかいないのだろうが、不思議でならないのはなぜ落合を再登板させないのかということ。年齢的に70歳ならまだできる。次の指導者を育てるという役目を2年果たしてバトンを渡せばいい。野球の知識に指導力、そしてゲームの采配面も含めて落合の右に出る者はいない。十分にペナントレースを戦える投手力を持っているんだから、この戦力でも落合ならなんとかできる。体調的に持たないだろう。言いたい放題やな。もうヨボヨボやから無理やろ。岡田も体力がしんどいからやめるんだろう。落合でも無理。あの時は役者揃ってた。まあでも最下位争いから A クラス争いくらいはやれると思う。何度か病気もしとるし、孫が可愛くてしゃあない野郎から無理して復帰してほしいとは思わんな。戦力がない落合とか無理。落合も動画見てるとまあまあ体力なさそうやったぞ。じゃない方の落合が監督やればよいんじゃね。ご視聴ありがとうございました。